本校ではアメリカ合衆国軍の国籍機について説明する。現行の国籍機は2019年6月より元に戻されたユニオンジャックである。デザインは正常機の関東部をそのまま拡大したもので、国旗と同様に州の数が増えるたびに星の数も増えてゆき、現行のデザインは1960年7月4日に初めて採用された。 アメリカ合衆国では多くの国と異なり、個別の軍艦機は制定されておらず、正常機を経営する。また、高校時でも完備でなく、メインマストに掲げる。一般的に軍艦機が半旗の際は国籍機も半旗にされるが、アメリカ海軍では儀礼として軍艦機を一時下げる際に国籍機を下げることはない。アメリカ独立戦争時に用いられていた。 国籍機は、ファーストネイビージャックと呼ばれ、デザインは、正常機と同じ赤白十三本の横縞を背景に、ガラガラヘビ、ヘビのもに、ドントトレッド ONME のモットーが描かれている。九百七十五年から九百七十六年の建国二百周年記念祭の時に、期間限定で用いられたほか、九百八十年以降は、海軍最古の現役艦艇のみが形容するのが、 歓迎であったが、同時多発テロ、大テロ戦争から1年経った2002年9月11日に国籍機として復活。ユニオンジャックは、ノア等の連邦政府機関、省庁の非武装選定及び商船機として、形容されていた。2019年2月21日、海軍作戦部長は、同年6月4日をもって国籍機をユニオンジャックに戻すことを指示した。 ファーストネイビージャックは、再び現役最古の艦艇が形容することとした。また、アメリカ沿岸警備隊は、厳密には、軍の一つであるが、独自の艦艇機を形容する。民間では、ファーストネイビージャックと似たデザインの、ガズデンバタと呼ばれる旗が、愛国心を誇示する意図でよく用いられる。水兵により形容される、アメリカ海軍国籍機、ガズデンバタ。ありがとうございます。